さあ始まりました、カッサンチャンネルです。今日はキャブをやっていきます。キャブね、でも見た感じそこまでね汚い感じはしないんですけど、ちょっとねベトベトしてるのがちょっと怪しいなというところで、ちょっと開けてですね中がどうなってるか見ていきましょう。とりあえずベトベトしてるんですよね。それで開けてみたいと思います。3、2、1、ほい。あー、まあまあね、こんな感じね。こっちはまあでも底面にちょっとあるぐらいですね。あー、ガソリンは抜いてた可能性がありますね。中結構綺麗ですね。これがね、こうやって動くだけマシですね。これ普通押したらピッて止まったりするんで、あ、これ結構いいかもしれないですよ。底面だけ掃除してなんとかいけそうな気もしますね。レースやってた車両で、ちょっと。ほんで、ドッグファイトが入ってたんで、メインジェット変えてる可能性あるんでね。まず、128、間違いない、128入ってます、メインジェット。じゃあスロージェット番手発表します。汚いな、汚くて見えへん、全然汚くて見えない。ああ見えた、38、最初が38、奥側が38やろな、38やね、多分38ですね。スロー38、やっぱこの20年前のやつをなんとかするって楽しいですよね、本当に。なんか遺跡発掘してる気分になるんですね。はい、これですね、メインジェットを、まあ抱きしめてるやつなんですけど、こう締めるからこうしてね、手前引き、舐めないようにいきます。こうですね。でなんでこれ取るかっていうと、このホルダーにも穴が開いてるんですよ、この横の側面に、ここにね。だからこれもちゃんと貫通させておきます。はい、取れました。はい、こういう感じでここをずらしてこの棒を取ります。そうするとこれがピョコンって取れてきます。ならここにこのフロートバルブがひっついてきます。はい、でちなみにこのフロートバルブがめちゃくちゃ大事で、まずポイントは、まあ、このゴム感ですよね。ちゃんとゴムの仕事をできるやつなんか、あとそれとこの背中のこのポッチなんですけど、このポッチがちゃんと稼働するか。ああ、それなりにこう上下してますね。これも入って入りっぱなしやったら、この背中が劣化してるとこれもダメなんで、まあでもちょっと微妙ですけどね、なるべく使いたいんで、ちょっとこれは要チェック。でまあ大事なのがこういうところに出てるこの汚い苔みたいなやつ、これを残したまま組むとまた苔が増殖するので、ここは絶対にきれいに清掃してもう一回組み付けないとダメです。はい、これが、ニードルです。はい、これも経年劣化でこのニードルが太さがね変わっちゃうと、その分だけガソリンの流入量が変わって濃くなっちゃうんで、濃くなる方向になるんですよ。なので見えるでしょうか、ここでね、これをワイヤーでアクセルで引いてやってます。でもなんかネチャネチャしてねえな、なんでこんなネチャネチャしてんの。はい、このキャブレタークリーナーが僕こうヤマハのやつが一番おすすめです。でまずちょっと軽く底面に入れておいて、
お風呂にして、でこの中に先ほど分離したやつを掘り込んでおきます。エアブローが一番効くんです。抜けるよ。通ってんの分かるんですか、導線。この導線がぴったりぐらいなんですよね。はい、でこっちが導線でつつく。あんま大きいのにつつくとね、穴が広がっちゃうし通らないですね、もともとね、道理として。うぃー、通りました。やった。バッチリ通りました。もう、ね、こんな待ってたら日が暮れますからね。こんな待ってたらダメなんですよ。ほら取れた。いけるいける。ほらすごい。ほらこんなん取れた。こんなん待っててもダメなんですよ。結局ぶっ飛ばすといいか。ぶっ飛ばす。ちょっと仕事が一段落したので微調整してます。今ここはドレインですね、ガソリンを排出するところ、一番下の部分ですね、はい、こういう部分ですね。こういう部分もう一度外して、まあ導通というかですね、こうあれでしょうか。ただこういうとこね、ちょっとね、まだフロートバルブ汚れています。絶対にきれいにしなければいけません。まあ機能的なもんはちょっとまたやってみてからですね。ここね、チョークの機構、この穴の見えるかな、ここここやからこうか、見えるでしょうか、この開閉するところ。今僕チョークを引っ張ったらここの穴のところが開くんですよね、はい、開くことによってチョークは効く。これは効いてない。これがチョーク効く効かない、効く効いた状態でパークリをこの中にこうやって清掃で、ここの周りを絶対に中ですね、この側面、特にこれ今汚いの分かるでしょうか、これ絶対ダメです。オーバーフローの原因になるんで、ここが汚かったら結局新品を変えても一緒なんですよ。でこの綿棒でこういう感じで入れてぐるぐる回します。はい、一発目が一番汚いんですけど、はい、こうピストン運動したりとかですね、この、はい、この当たり面はあんまりね、これおかしすぎてもダメなんですけど、ほらこんな汚い。この青のりを絶対に取らないと。あ、でも一回やってみて思ったのは、うん、そこまで悪くないですね。普通もっとなんかなんていうかな、こびりついてたりするんですけど、割と素直。ここですね、パワージェット、ここも外して今清掃してます。穴という穴は全部やりましょう。本当はねここ全部ねバラしてもいいんですけど、ちょっと一回このままでいこうかなと、まあ、無理やったらバラします。極力バラしたくないんで、今セッティングで出るんでね、多分パワージェットね、
大体これがなんかちょっとよく分かってないんですけどね。パワージェットを装着します。こうですね。ホルダー、ホルダー、まあ、いわゆるこれがですね、ニードルホルダーにこの針をですね、こう包んでるところですね。すごい大事なところでございます。いくらメインジェットをきれいにしても、そこがちゃんとなってなかったら意味ないってことですね。こうですね。ホルダー、ホルダーもうちょっときれいでもええかなとも思うけど、キュッと締めすぎ注意です。はい、ニードルのホルダー入れました。で、メインジェット、メインジェット、まあだから清掃が大変なんですよね。まあでも今回全バラしてないんでね、かなり手抜きですけど、これ全部バラすと結構大変なんですね。あの16でねもうやったんで、とりあえずはこれでいきます。で無理やったらまた考えて全部バラします。多分大丈夫ちゃうかなって思ってます。スロージェット、スロージェット、導通はねちゃんと見てるんで安心して入れていきましょう。スロージェット、こんな感じで、フロートバルブ、ここに入れます。はい、入りました。で入ったらこの棒で閉じますね。このままでいきましょう。このままでいきます。でこれで締めて終わりです。はい、ということでどうだったでしょうか。完成しました。まあこういうことですね。こんな感じです。なんで、まあ上の方はね、あのこれやっぱあの NSR ってやっぱりあのこのこう直接この針がですね、このアクセルと連動して動いてるんで、こういう風にしてとにかくガソリンがこっから入ってですね、ここに溜まるじゃないですか。でまああのキャブっていうかリードバルブにこれがね挟まってるんですけども、このアクセルのこの回路によってですね、この流入量がこれで変わるわけですね。それでこうフッフッってこう吸って噴霧状にして、あのリードバルブからこうガソリンをね、あの入れていくわけなんですけど、多分大丈夫ちゃうかなと思ってます。まあこれで無理だったらもう一回あの全部バラしたらいいだけなんで、もうなるべくねこの辺ねバラすとねめんどくさいんですよね、ちょっと。はい、大変なんで、一応このままでセット出てると思うんで、なるべくこれを活かしてですねやらせていただきました。はい、もうここはもう完璧に綺麗にしてるんで、ここから下ね、はい、穴という穴も全部通したんで、はい、これでちょっとあの初爆ねバラーンパーンってきたらもう感動すると思うんですけども、またですね引き続き応援声援よろしくお願いします。カツさんチャンネル、今日はキャブ編お送りしました。あ、忘れてた、あのチョークのとこの導通まだ見てなかったですね。ちょっともう一回やります。はい、今ちょっと確認したんですけど、16はここか、こことここは通通なんですよ。ここに液入れたらこっからピュッて出てくるんですね、ピュッて。でもここを見たときに、なんか線してるように見えるんですよね。線。わかります?わかるかな?なんか、
これほら穴開いてます、これ穴開いてないように僕見えるんですよね。ここに線をしてるような気がするんですよ。あの虫眼鏡で見たんですけど、この虫眼鏡で見たんですよ。穴開いてます？開いてるように僕は見えないんですね。線を蓋をしているように見える。線をしているように僕は見えるんですね、ここが。でもこう88と89から何か理由があって変わってるのかもしれないですね。だって16とかこんなんもついてないし、なんかついてない、こういうなんかいっぱいこういうチューブみたいなのも全然ついてないし、だから僕の思ってる認識とちょっと変わってるというか、それはちょっと思いますね。なので結局じゃあこのここの穴、さっきね通そうとした穴は何につながってるのか、そして何の役目をしてるのか、もしあの詳しい人いたら教えてください。はい、ということで、まああの簡易清掃みたいなね感じで今回 NSR のキャブをやらせていただきました。本来であれば本当に全部バラバラしてですね、このプランジャーキャップとかね、例えばこのプランジャーキャップがひび割れてたりすることよくあるんですよ。こうなると虹エアを吸って調子悪くなったりするんですけど、見た感じ割れとかはないので、今回あえてもうこのまま行こうということでやっております。まあ出してね、もう一回キャブをフルオーバーホールするのはそんなに別に大変なことではないので、とりあえずネタこう冷まさないという、はい、久しぶりのカスタムですね、事なかれ主義でちょっとやっていこうかなと思ってます。はい、まあ、これでエンジンかかればね、しっかり蘇ると思うんで、ガソリンが回れば。はい、ということで、ちょっとねここの導通、ここの導通に関してですね、ちょっと詳しい人おられましたらよろしくお願いします。16はそこはねピュッてつながってるんですよ。もしもうよろしかったら僕の再生リストから、NSR250MC16 キャブの関係のところでは僕やってるんで、いつもねこの何か鉄っていうかな、これでこうキュッてギュッてやったらその圧力でプシュッてなって、そこがピヨンって導通が来るようにいつもしてたんですけどね、なんか穴が開いてるように僕は見えないんですよ。詳しい人教えてください。カスタンチャンネル、それでは。